皆さん本日も始まりました桜井ののか渚理恵、毎回お決まりのゲストは S 社長でございます。お願いしますしかも今日は初お店での花トークですねそうですね、はい、緊張しますあの石川の求人動画を撮るのに、はい、どうしてもちょっとお店じゃなきゃいけなかった。今日はちょっと DV について。ああなるほどね。ねね DV ってさ、なんかあの私これ思うんですけど、あの社長だったらもちろんわかると思うんですけど、あの YouTube これ見てくれてる方とかって、はい、まあ、いろんな年齢の方いるじゃないですか、はい、その私と同じ年代の人もいれば、まあ、中高生が見てたりとか、はい、教育にいいか悪いかさておき、あの見てくれてたりとか、はい、おすすめ上がってきてあの見ることってあると思うんですけど、まず DV って何なのっていうところからだと思うんですよ、はい、ドメスティックバイオレンスって、ね、家庭内で起こるもの、家庭内で起こる暴力を一応 DV って言うんですよね。だから分かってない人多いなってうち思う。一緒に住んでるその彼氏とかが、まあ要は、まああれも、まあ一つの一種の家庭内。ああ、なるほど。要は一緒の、あの空間で生活をしてる。はい、まあ同じ、まあ屋根の下ですよね。やっぱ夜の世界って、DV っていうのって切り離せないような、漂ってるような感じがしてて、DV を好む女性っていません？ああ、いる。いますよね。いる。いるっていうか、あの、あれって、はい、DV が好きっていうよりは一種の洗脳に近くて、要は暴力でそのまあ言いく、まあ、女を言いくるめるっていうのはやっぱある。暴力で支配する。そうでも支配したら嫌だったら、もう警察に通報すればすぐだし、好きの気持ちが勝っちゃうんだよっていうのがまず一個と、あとはそういうのが好きっていうのは絶対あると思う。そうだから、そういうのが好きっていう人って、ののかちゃん実際周りで見たことある？たくさんいる。で、なんでこう夜の世界に多いの、そういう人って？まず平凡に暮らせない人の集まりだから。スリルが欲しい。ののかちゃんは実際そっちに寄ったことってあるの？うちは、はい、あのやっぱ一時洗脳実はされてて、暴力振るわれる時って要はじゃあ他の男と話したりとか、要はやきもちから DV ってされるわけ。暴力振るわれるじゃん。だから、あ、私愛されてるんだって、暴力振るわれれば振るわれるほど 愛を感じた。で、それ嬉しくなるの？あ、なんかやきもち焼かれててって思う。やっぱやきもち焼かれることがこう愛されてるこのバロメーターをこう測れるというか。だって興味ないとかさ、例えばさ、じゃあ他の男の子とさ、じゃあ2人でご飯食べ行くねって言ったらさ、まあ、女の子だったら否定されたい、否定されたいというか、はあ、なんでだよって言われたい、はいはい、だからやきもちを焼かれて、それでなんか要はそれを例えばしちゃうじゃん、うん、男の子とご飯行くとか、飲み2人で行くとか、でそれで暴力を振るわれると、あ、私愛されてるなみたいな。え、暴力は実際振るわれてた？あ、暴力はそう、多少ね。え、どれぐらいの暴力なんですか？でもうちも手出しちゃうからあれなんだまずうちは物だねえ、うちはっていうか、ののかちゃんが物で反撃する？そう。あ、なるほど。だから向こうが逃げちゃう、逆に。なんかやきもち焼かれるのは好きなんだけど、うん、なんかそのあぐらいな、肩パンぐらいならいいんだけど、ちょっとなんか調子乗って蹴りまで入れてきたら、あ、じゃあ鋭利なもの探すね。でもな、気持ちは分からなくない？なんかそう、あの DV されて、あ、愛されてるなとか、うん、あとは DV の男ってその後超優しいじゃん。だから、あ、この人には私しかいないなって思う。私以外にこの男の子は扱えない。これって女性特有の母性本能なんじゃないの？あ、でもあると思う、それは。まあ、今さ、ホストクラブでいろいろいっぱいさ問題あるじゃない。で、うちもホストクラブやってるから、まあ、あんまりさ、あのそれをケラ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 話す話じゃないんだけど、あの昔やっぱホストクラブの、まあ、店長とか代表とかさ、まあ、そういうのとあの一緒に住んでたりした時期があって、やっぱりその売りかけの回収はあの暴力でするって。から問題になっちゃうのね、あんな。あ、そうそうそう、だからそのなんか要はお店がそういうマニュアルを作ってしまうっていうか、暴力してお金を使わせる、会社を暴力する、とにかく暴力で洗脳しろみたいなマニュアルを作っている店舗が多かったから、多分今回売りかけ問題ってホストのところにドバッと行ったんだと思う。どうやったら治るの？治らないと思いますよ。
言い切れちゃう。言い切れる。浮気する人ってさ、浮気ずっとし続けるじゃん。浮気を一回して、うん、もう一回しない人って、1000人に1人とかじゃない。うん、で DV も多分そんなレベルだと思う。またそういうもう、うん、生まれ持ったあれなんですよ。生まれ持ったっていうか、まあ生い立ちの問題だと思う。ただ自分がそうされたからそうしようとか、負の連鎖だ。うん、だから浮気する人とかも、あの浮気を過去に自分がされたから、うん、何かじゃあ今の彼氏じゃない、元彼に傷つけられたくせに、うん、今の彼氏を傷つけちゃうとか、自分が傷ついたから何か嫌なことがあった時、その恋人に対して傷つけてやれっていう、なんていうのかな、先天性のものではないから、基本はやっぱり生い立ち、やっぱそのお父さんがそういう人だったとか。今 DV でもし悩んでる人、カップルで悩んでる人は、うん、もう治そうとか、いつか治ってくれるじゃなくて、ダメダメダメ、別れるしかない。うん、そう。え、のどかちゃんは今までそういう人といて、うん、初め愛を感じたりしたわけじゃない。うんうん、でも別れて結論はどうでしたか。別れてよかったなと思うし、今は逆に一回でもうちに暴力振るってきたら、はい、グッバイフォーエバーだね。一回でも許しちゃダメ、本当に。でどん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 依存しちゃうのよ。で人って思い出を美化するから、嫌な思い出よりいい思い出、何か嫌なことが、嫌なことがあったとしても、やっぱり別れようってなった時にいい思い出ばっか思い出して、あ、またこの人どうにかなるんじゃないかなみたいな。でも治らないから絶対に。でも意外とさ、すぐ忘れられる。だってこんなに男たくさんいるんだよ、世の中に。そいつである必要性ないね。だってもったいないじゃん、時間が。だって時間っていうのはさ、貧乏人もさ、金持ちもさ、これだけは平等に訪れますから、今日のさ、今の瞬間の自分が一番若いわけよ。そんなのにさ、そんなね、いい一番若いピチピチなこの瞬間を、そんなクズな男にね、使ってるね、時間はね、もうおばさんだからないわけ。今ちょっと DV で悩んでる、最後メッセージお願いします。はい、今 DV で悩んでる方ね、あの男女問わず、男女問わずというか、まあ、あの彼女の DV、 奥さんの DV、逆に旦那さんの DV だったりとか、彼氏さんの DV 悩んでる方ね、本当にその人と一緒にいる時間が無駄なのでね、すぐ別れてください。はい、今回の桜井ののかなぎさりえ、いかがだったでしょうか。この動画がいいなって思った方、ぜひともチャンネル登録、そして高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。X と、TikTok、Instagram もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。